公共曲第9番、ドボルザーク。公共曲第9番補短調作品95、新世界よりは、アントニン・ドボルザークが1893年に作曲した4つの楽章からなる最後の公共曲である。古くは出版順により、第5番と呼ばれていたが、その後作曲順に番号が整理され、現在では、第9番で定着している。 ドボルザークは1892年、ニューヨークにあるナショナルコンサーバトリー・オブ・ミュージック・オブ、アメリカ、ナショナル音楽院の院長に招かれ、1895年4月まで、その職にあった。この3年間の在米中に、彼の後期の重要な作品が少なからず、書かれている。作品95から106までがそれである。この作品は、弦楽史重奏曲第12番。 アメリカ、チェロ競争曲と並んで、ドボルザークのアメリカ時代を代表する作品である。ドボルザークの他の作品と比べても際立って、親しみやすさに荒れる。この作品は、旋律が歌に編曲されたり、BGM としてよく用いられたりと、クラシック音楽有数の人気曲となっている。オーケストラの演奏会で最も頻繁に演奏される、レパートリーの一つでもあり、日本においては、 ベートーベンの公共曲第5番、運命、シューベルトの公共曲第7、8番、未完成と並んで、三大公共曲と呼ばれることもある。新世界よりという副題は、新世界アメリカから故郷ボヘミアへ向けてのメッセージ、といった意味がある。全般的には、ボヘミアの音楽の語法により、これをブラームスの作品の研究や、第7、 第八公共曲の作曲によって培われた西欧式の古典的公共曲のスタイルに昇華させている。常述のようにこの曲はドボルザークのアメリカ滞在中1892年から1895年に作曲された。アメリカの黒人の音楽が故郷ボヘミアの音楽に似ていることに刺激を受け、新世界から故郷ボヘミアへ向けて作られた作品だと言われている。 アメリカの黒人やインディアンの民族音楽の旋律を多く主題に借りているという風うに言われることがあったが、これは誤解である。それはドボルザーク自身が友人の指揮者オスカル・ネドバルへの手紙に書いていることでも明らかである。その中で彼はこう言っている。私がインディアンやアメリカの主題を使ったというのはナンセンスです。嘘です。私はただ、 これらの国民的なアメリカの戦立の精神をもって書こうとしたのですと。1893年12月15日に楽譜が出版された。書演は1893年12月16日、ニューヨークのカーネギーホールにて、アントン・ザイドル式、ニューヨークフィルハーモニック協会管弦楽団による。書演は大成功だったと伝えられている。 日本初演は1920年12月29日、東京の帝国劇場において、山田工作式、日本楽劇協会によって行われた。第1楽章の繰り返し付きで約45分。ただし、第2楽章のテンポ設定によっては、繰り返しがつかない演奏でも45分を超えるものが存在する。持ち替えは一部で存在するものの、全体としては、 伝統的な二巻編成に近い。この曲の中で、シンバルは全曲を通して、第四楽章の一打ちだけであることがよく話題となるが、奏者については、トライアングル、第三楽章のみ、の奏者が兼ねることが可能である。この一打ちが弱音であるためか、寝過ごした、楽器を落として、舞台上を転がしたなどのエピソードが存在する。倉本総はかつて、フランキー酒井主演で、 この一打を受け持つ奏者の心理を描いた短編 TV ドラマを書いている。実際クラシック初心者にとってシンバルの音はなくても気づかない、あるいはどこでなったのかわからないと,と言われる子もある。イングリッシュホルンについては上述の通り、ドボルザークは第二大ボ募奏者の持ち替えとして作曲していると判断できるが、最近では単独のパートとして扱われることが多い。カーマス社の楽譜は、 イングリッシュホルンを単独のパートフとして出版している。チューバが使われているが、第二楽章のコラール部分のみ、合計10小節にも満たない。しかもバストロンボーン、第三トロンボーンと全く同じ音、ユニゾンである。これについては、初演時のオーケストラで、第三トロンボーン奏者が、バストロンボーンを用いていなかった、代わりにテナートロンボーンを用いたための代替装置に、 起因するるという説がある第一楽章の再現部では、フルートの第二奏者によるソロが指定されている、理由は不明。フルートに、ピッコロ持ち替え1、オーボエに、イングリッシュホルン持ち替え1、クラリネットに、ファゴットに、ホルン4、トランペットに、トロンボーン3、チューバ1、ティンパに、トライアングル、シンバル、言語部、第1バイオリン、第2バイオリン、ビオラ、チェロ、 コントラバス。アメリカの音楽を取り入れながらも、構成はあくまでも古典的な公共曲の形式に則っ,っている。第一楽章で提示される。第一主題が他の全楽章でも使用され、全体の統一を図っていることが特筆される。アダージョ、アレグロモルト、ホタンチョウ、女装付きそなた形式、提示部の反復指定あり、女装は、 弦の旋律によって始まる。クラリネットやホルンの信号的な動機に続き、木管楽器に冒頭の旋律が戻ってくると、突如として荒々しくて弦とティンパに、クラリネットが方向する。盛り上がった後一旦静まり、アレグロモルトの主部に入る。第一主題は重度にわたる、保単調の分散和音を駆け上がる動機と、これに、木管楽器が応える動機からなっている。 第一主題前半の同期はその後の楽章にもたびたび現れ、全曲の統一感を出す役割を果たしている。弦が一気に盛り上げ、トランペットのファンファーレと共にこの主題が確保される。ついで、フルートとオーボエによると単調の第二主題が提示される。これは半音の同音を伴わない全音での自然的単音階であり、黒人霊下を思わせる旋律となっている。 続いて、フルートに、と蝶々で、歌謡的な小結美主題が出る。こちらを、展開部や後の学章での再現、調整等の観点から、第二主題と捉える解釈もある。これは、黒人霊か、静かに揺れよ、滅ばしスイングロースイートチャリオットに似ている、という指摘もあるが、これに対しては、アメリカ民謡尺用説の例に惹かれ、全体も、 そのように書かれているような印象が広まってしまったものであり、そのように解釈するのは不適切であるという見解もある。また、この主題は、定時部と再現部で一箇所だけ不転音符の有無によるリズムの違いがあり、指揮者の解釈によって処理が異なる場合がある。この主題が、現に受け継がれて高しをし、定時部が終わる。定時部は反復指定があるが、ドォルザークの他の公共曲同様、 あまり繰り返されない。展開部では、第一主題と消血微主題の二つの主題が巧みに処理される。再現部では、第一主題が途中で遮られ、その後の主題は半音上がった調で再現される。調の変化で主題をより劇的にする、巧みな主題操作が見て取れる。消血微の主題に第一主題が、戦闘的に加わると、高打に入る。 幾分不協和なクライマックスを迎えた後、トランペットのファンファーレに続き、単調のまま強烈なトゥッティで楽章を閉じる。演奏時間は10から13分程度、定時部の繰り返しを省くと8から10分程度。ダルゴ、変に調調、複合三部形式。変に調調は、作品全体の主張である、古単調からは、遠隔調に相当する。このため、 この学章は前後の学章との対比から独特の浮遊感がある。イングリッシュ・ホルンによる主部の主題は非常に有名であり、ドボルザークの死後に様々な歌詞をつけて、イエジ、陶器山に火は落ちて、などの相性歌に編曲された。中間部は、同主長、異名同音で、ノエハ単調に転じる。クライマックスでは、第一学章の第一主題の同期が加わる。 冒頭の主題が再現された後、静かなコーダが続いて終わる。よくインディアン民謡からの釈用と誤解されましたが、これは紛れもないドボルザークのオリジナルである。演奏時間は10から13分程度であるが、レナード・バーンスタイン式、イスラエルフィルハーモニー還ン楽団の演奏のように18分を超えるものもある。ホタンチョウ、スケルゾ、複合三部形式。 アボキャバコーダの形で二つのトリオを持つ。一つ目のトリオは、同主長の補長長で、民謡風のものである。二つ目のトリオに入る直前には、天長のために第一学章第一主題の動機を利用した計画がある。二つ目のトリオは、八長長で、西欧風の主題である。この学章のみトライアングルが使用される。コーダにおいても第一学章第一主題が三。 四拍子に形を変えて現れる。コーナーでは第一楽章から二つの主題が改装される。演奏時間は七から九分程度。アレグロコン方向。ホタン調、助走付きそなタ形式。大きく二つの主題を持つが、それまでの楽章で扱われてきた主題も姿を見せる。統括的なフィナーレ。緊迫した半音階の助走が一気に盛り上がり、ホルンと トランペットによる第一主題を導く。第二主題が現れる前に激烈な経過部がある。この経過部の後半、演奏開始から1分55秒のほどに全曲を通じてただ一度だけのシンバルが打たれる。弱音なので目立たないが、これについてはまだ謎が多い。第二主題は、クラリネット、鋭感とフルート、およびチェロを主体にした、柔和な旋律である。そして、 バイオリンなどが加わると盛り上がって、小結日になる。第1主題の動機も加えた後静まり、展開部に入る。小結日で現れたフルートのトリルが多い動機に続き、第1主題の断片と経過部主題が続く。第2楽章の主題が印象的に改装され、第1楽章第1主題の改装に続いて、この楽章の第1主題が激烈に再現する。静まった後、 第2主題が再現し、気分が落ち着いたものとなる。それまでの主題の回想はなおも続き、今度は第1楽章小結美主題と第1主題に続いて、フィナーレに向かって行く。第1主題と経過部主題が同時に再現し、しばらく展開の後に第2楽章の助走が壮大に回想され、静まった後、第2楽章の主題と第3楽章の主題が同時に再現する。 そしてコーダに入り、弦が壮大に、第一主題を奏でると、感覚器は、第一楽章第一主題と、第二楽章の主題を不協和に奏して妨げるが、補聴調に転じて、これを振り切り、テンポを上げて感動的に集結する。最後の一音は、フェルマータの和音をディミヌエンドしながら出すというもので、指揮者ストコフスキーはこの部分を、新大陸に、地のように、赤い夕日が沈むと評した。 この言葉は彼がピアノを弾きながら曲のアナリーゼをするレコードに肉声が残されている。演奏時間は10から12分程度。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。